昨日ももたの何食べたの？昨日は焼肉食べました。こんにちは。すごい、天丼なんて今あるの？ありがとうございます。今年も1年ありがとうございます。あ、そばか。そばか、天丼かと思ったよ。え、何これ、ハービー、ありがとうございます。大晦日は音楽番組見ますね。ファイヤー、ありがとう。冬休み楽しんでますよ。え、なんか冬休みっていいなってすっごい思って楽しんでます。皆さんももうお休みですか？良いお年を。休みかな。この瞬間を無駄にはしない、人生あっという間だ、周りなんかが。課題はね、終わりました。終わりました。順調よ。今日お仕事ですだって。正解、自己中でよ。もうなん今日も紅白寂しくて見れません。見ません。背景かわいいね。モーダの課題手伝う予定ありますか？ないです。寂しい。いつもの夏と違うんだ、君は気づいていないけど、ている回数と触れた指の日ごめ方も何度も鏡を見ながら寝癖を直してきたこと、苦しくなるくらい全てぎこちない。あの、みんなに言ってなかったんですけど、言ったか、こんにちは、こんにちは、こんにちは。東海肌様一緒に踊ろうなって嬉しい。みおちゃんが超世代のアーカイブ見て泣いたんで、かわいい。シュッペさんはね、超眠い時ですね。超眠い時間です、ただいま。こんにちは、こんにちは、はじめまして。かわいい、ありがとう。待ってます。レインボースター、ありがとう。書き初めで汚さないよ、今年は。今年高校生からないですから、書き初めの宿題が。そもそも花火ありがとう。かわいい、ありがとう。よい私をね。人間もこの時間ね、一番ね眠くなる時間だよね。こんにちは。今年は何があったかな。うん、あすこちゃんからメール来た。カウントダウン TV、 私はぶっ通しで全部見たいので今日は寝ません。楽しみなんだ。
音楽番組大好き。で、可愛いでしょ。最近買ったんだ。可愛い。なのなの。メール取ってるよ。恋するつぼみ。可愛い。配信久しぶりだよね、多分。自分のアクセと、いや、並べてないです。恥ずかしくて並べてないです。ポストカード。じゃじゃん。そろそろ桜が散りそうね。でもまだ私つぼみ、いつまで抱くのかな、夢でも会いたいけれど眠れない。こっちのグッズじゃないよこれ。でしょ、かわいいな。いや、模様替えした？したかな？してない気がするよ。かわいいでしょ、これ。シュプさんの誕生日を祝った時に膨らました風船。ソファーだいぶ前に買ったかな。夜ご飯なんだろうね。アナも知らないんだよね。洋服が好き。これファンの方にいただいたやつ、かわいいよね。ダン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 。そうだよ、アナ割と落ち着いてるよ。年内ラストの公演でしたね、おととい。おとといかな、おとといか。それ見たよ。ねえ、もう本当に今日って終わっちゃうんだね。悲しいね。2022年はどんな一年だったかな。あまり覚えてないですね。ずっとアイドル好きな一年でしたね。すごくないですか？ CD で地引きしたんだよ。最高に嬉しかったよね。2022年の一番の思い出です、個人的。ミレイちゃんと、そう、クリスマスはミレイちゃんと過ごしました。こないだも遊んだし。あ、そうだね、高校生にもなったね。クリスマスの24日はお仕事してこれを買いに行った。クリスマスだなって思って買いに行きました。見てー、アナの自慢です。
子とかね送ってくれたりするんだよね、ミレイちゃんの生写真。普通に推しメンです。できる君とのクリスマス、今わかった幸せ、僕らの幸福クリスマス。来年からはフェレザパンダが好きなので、私はフェレザちゃん、生写真って楽しいよね、めっちゃ好き。ミレイタン推しですミレイタン推しです。売らない売らない売らないよ、ちゃんと直筆ですから。ミーナン推しですって嬉しい。ランダムで推しが出る動画ってね、嬉しいよね。ね、直筆あったらいいのにね、それなトレードで、ね、直筆を直筆、いやもうさすがにその用語には慣れまして。カウントダウン TV 楽しみ。楽しみ。ね、そう犬飼いしたいんだよね。2023年の目標です。楽しかったよ遊園地。なんか周りが子供ばっかりすごい浮いてたんですけど、なんかジェットコースターとかもちっちゃい子のやつだから隣に座れなかったの。何歳だっけな、中学生以上の方は隣に並べませんって言われて一個ずつ座ったの。普通はお父さんと子供みたいな感じで座るやつっぽくて、そうだから大きい可愛いお姉ちゃんがトントンって座ってたんだけど、その光景をちょっと見てもらいたかったな、面白かった。渋谷スカイ行ったの。そう渋谷スカイ行ったんだよね。すごかったよ、めっちゃ綺麗だった。でも寒すぎて本当に20分ぐらいしか入れなかったです。20分もいなかったかな。いやでも本当に綺麗だった。日本って広いんだなってめっちゃ思った。そうめっちゃ綺麗だった。いいな、ピューロランド行きたい。2023年は目標です。これ花火ありがとう。空中ブランコとかも乗ったんだけど、外側が大人で、大人っていうか何歳以上なんだ、多分身長が制限あると思うんだけど何センチ以上で、内側がちっちゃい子しか乗れなくて、1回目並んでた時に入るのが最後の方だった。だからもう外側しか乗れないんだけど、アナたちは外側ほとんど埋まってて、で唯一ちっちゃい男の子が内側に乗ってるところと、ともう一個前が空いてたので、そこに乗ろうとしたら、ここママが座るからってちっちゃい子に言われたんですよあそうだよねごめんねって思いながら一個次の回にしたんですけど、結局乗るのをちっちゃい子にちっちゃい男の子にさって言われてそうだよねごめんねって思いました
すごい申し訳ない気持ちになった。ねえ、その子も必死にねその席を守ってて可愛いなって思いました。でもなんかちっちゃい子しかいなさすぎて、もう赤ちゃんが可愛すぎてそれで満足でしたね。楽しかった。なんか 3D メガネをつけてなんかなんとかシアターみたいなところがあったんだけど、それがすごい怖くて、すごいなんかブンブンっていっぱい飛んでくるの、それがすごい怖くて、でもアナンたち以外誰もキャーキャー言ってなくてびっくりしました。みんなすごいな。楽しかったです。なんか射的とかもしたんだけど射的とかもしたんだけど楽しかった。あ、なんか一個最後に5回チャンスがあって、もうなんかすごい握り方しててお姉さんに注意されたんですけど、でお姉さんの言う通りにしてみたらなんか当たってなんかもらいました。でももたんに、ももたんが大きいリュックだったからももたんのリュックに入れといてもらったら、あの受け取るの忘れちゃいました。周り冷静だったんだよね。なんかさ、まあ、いやなんかねジュースと塩分チャージみたいなやつもらいました。同じ並んだ団地の窓、福神漬け夜になって街の幻想も闇に吸い込まれて、服はやっとほっとして着ていた鎧を脱ぐ、それは大人たちで虚勢を張る姿がなくて、思い出へ道なんかを丸める無防備な自分。そう、アメちゃんもらいました。やめますよ一応。いや狙いとかなかった、ただ射的がしたくてやりました。だから取れてラッキーみたいな。あ、そうそう、塩タブレットみたいな、それですそれです。で射的やってる時にここにはないものが流れ始めて、もう私は射的よりそちらに夢中になってしまいました。そうだよ、渋谷行ってきました。渋スタも行ってきたし、よく聞くいましたね。冬休み楽しいね。一生冬休みです。いいよね。ねえ、そうなんだ。そばにある幸せより遠くの幸せつかもって、もうやばいよね。一番好きな歌詞。銀座線ホーム行ってきました。モカニのポップアップ行けなかった、行きたかったんだよね。マフラー届きました、ありがとうございます。渋谷この前行ったけど、エアランが行った時ね空いてましたよ。全然みんなが改札上がって全然貸し、ほぼ貸し切りみたいな、あの椅子も座りました。
つだってマジです。卒婚いつだろうね。マダムはおたかつな1年でしたね。いや皆さん推しはね、推してるうちに推してる、推し推せるうちに推しとかなきゃってガチですね。そばにある幸せより遠くの幸せつかも。ねえ、皆さんは今日何するんですか？一生は一生。今仕事納めしてきましただって。お疲れです。いいね。おー、朝鮮の写真いいね。今日は DMM で公演見ます。いいね。まさかちゃん明日になるけどカウントダウンデビューは出ません。でもスキロックとフィンガーズクロストが見れるので楽しみ。うん、いいですね。一緒に見ましょう DMM。 おー、いいね。お正月感ゼロなんだよね。アナ全くない。なんでここ間空くんだろう。良いお年をですね。先輩に憧れてやっちゃいました公演、また配信始まったね。だってみんな見なきゃだよ、見なきゃだよ。初日の出は見に行く？んー、なんかねまだ決まってないんですよね早く決めなさいって感じですけど。友達と遊ぶ予定はあります。でもね、去年めっちゃ寒かったんだよね。てか今年も寒すぎて、ラグーナ行ってきたんですけど、ラグーナちょっと寒すぎたから、今年ちょっと寒いのダメかも。こんにちは。あのスタバの新作飲みたいんだよね。美味しそう。寒かったラグーナ、めっちゃ寒かった。そう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 、去年は元旦に海行ったんで、でもそれより寒かったんだよねラグーナの方が。お、今日飲んだって、いいな。いいな、いいな。そう、でも1個前のやつ飲めなかったんだよね。キャラメル、ミルフィーユみたいな。
ももちゃんも美味しいって言ってた。飲みたい。ねえ、今年寒いよね、やっぱり寒いよね。最近好きな食べ物？最近好きな食べ物はなんかあるかな。なんかあるかな。最近でしょ？なんだろう。何が好きだろう最近。最近あんま食事にこだわってないな。な、なんだろう、まあアイスですね。アイスは年中好きですえ、冬好き、冬好き。夏より全然冬の方が好きだよ。暑いより寒い方がいい。牛タンはね、昨日食べましたあ、グラコロも好き。東京で食べたもの、ラーメン。うん、アスカちゃんから写真が届いてます。だってラーメン食べました。どこまで行ってもね、ラーメンが好きなんですよね、私は。結局ね、最近おすすめのアイスは、一昨日ぐらいにみくるさんと食べたお餅のいちごアイスみたいなやつがめっちゃ美味しかった。インスタ載ってます。今マックにいます。だって、え、魔法のす、え、どっちも食べた。それキャラメルとチョコのやつだよね。どっちも食べました。美味しかった。ワンちゃん大きくなくない？顔も変わんないです。ずっとね、あのサイズ可愛いよね。ワンちゃん階段のとこ恥ずかしい。え、しますよ。ラーメン好き。ハートありがとうございます。よいお年を。出て行かせてくれ。じゃあスクショタイムをしてこの辺で終わりたいと思います。はい、それでは少しでしたがありがとうございました。来年もよろしくお願いしますということで、良いお年を。バイバーイ。ありがとうございました。良いお年を。バイバーイ。